どうも、テルエモンです。今日なんですけども、ロボットを作っていきたいと思います。以前にですね、こういったロボットを作ってまして、こちらの方をですね、ちょっと今回画像として一回取り込んできて、これと同じようなロボットをちょっと作っていきたいと思います。で、これですね、本当にゼロから、ここまで完成させるとなると、数時間ちょっとかかりますので、ちょっとまあ時間を見てですね、途中で、終わらせたりするかもしれませんが、で、続きは別な回でですね、やったりするかもしれませんが、ちょっとやってみたいと思います。やれるところまで。まず今回、これを画像として撮ったものがあるので、それをちょっと下絵として挿入してきてですね、やっていきたいと思います。挿入からですね。で、挿入する面を選択しますと。そうですね。反転かな。で、まあ、サイズなんかこうやって動かしてくることもできますし、こちらがですね、キャンパスを編集の下にある、すみません、位置合わせね。位置合わせをクリックして、クリックしたポイントで、ここの長さを決めることができます。150mm にしますよ、っていうような形ところですね。これからまたキャンバスを編集で、ドラッグして位置を合わせていきます。こうですかね。で、真ん中を、大体のところで合わせていきますか。ちょっとずれてましたね。はい。こんな感じで合わせていくことができます。で、もしかして事前に、こういったことでスケッチで線を書いておくっていうのも一つ方法としてありますかね。こういった線だったり、あとはですね、作る際にある程度もサイズ決まってるならば、こういった四角い形を書いといてあげて、ここに収まるようにと作っていくっていうやり方もありますね。画像とかなしでやる場合には。時々ですね、作っていくうちになんか自分が思ってたスケールと全然違うことで作ってて、後がどうしようってなってしまう場合もありますので、このスタートの時点でですね、サイズをですね、間違えないように、まあ画像を取り込んできたサイズの調整ですとか、もしくはゼロから作る場合でも、サイズの方ですね、そちらをきちんとこう定義してあげるっていうことが、大事になってきたりしますね。で、今回側面も用意しているので、側面の方も貼り付けていきます。これもこうざっくりでもいいんですけども、先ほど同様に位置合わせですね。で、これもですね、まあクリックなのでざっくりではあるんですが、ちょっと今ずれました。ちょっともう一回いきます。クリックして、この辺かな。で、キャンバスを編集でちょっと位置合わせていきます。で、あくまでこれ下絵なので、まあ、ざっくり合わせていくと、まあ、ざっくりしか合わせないですけどもね。こんな感じでちょっと合わせて、まあ、これちょっと元に、データを作っていきたいと思います。そうですね。で、ここですね、新規コンポーネントを作りながら、こうやっていくっていう方法もあるんですけども、まあ、今回はですね、コンポーネントを作らずに、まあ、この中でも、ボディを複数作りながら、作り込んでいきたいと思います。はい。じゃあ、正面に一回スケッチ書きまして、まずはこの、体の部分をですね、ちょっと作っていきたいと思うんですけれども、正面ではなくて、側面からちょっとやっていきたいと思います。側面スケッチですね。はい、すいません。で、この横から見た形をざっくりとちょっと書いていきますね。まずこの部分をちょっと作っていきたいと思います。で、今回はですね、ここにソリッドモデリング、スケッチを書いて押し出していくというやり方で、モデルの方をちょっと作っていきたいなというふうに思っています。で、この辺では今回はあまり進んでいません。この画像をもとにですね、
制作の方をしていきたいなと思っています。そうですね。はい。こんな感じかな。で、これちょっと押し出していきます。で、今回対象にして、このような形ですね。で、今回画像があるので、画像を見ると大体同じような形になるよ。まあ、この辺ぐらいですね。これでもいいですかね。はい。どうしてもですね、スケッチを書いて押し出しますと、ここの面っていうのはここに平らにまっすぐになってしまいますね。で、こういったところですね、こう曲面にしていきたいとか、曲面上にしていきたいとかって場合には、こっちのホームを使ったり、サービスの機能を使って、それぞれ側面と正面の面をこう、カーブを書いてあげて作ったりとかっていう方法になるんですけれども、まあ、今回この、できるだけシンプルな形で作っていきたいので、ソリッドモデリングをちょっと使っていきます。とはいえですね、ここもまっすぐですが、少しここ斜めにしたかったよっていう場合には、こちらにですね、勾配っていうコマンドがあるので、こちらを使ってですね、向き方向、まあ、指示するですね、固定する面はこちらにして、勾配をつける面をこちらと、こちらを選んであげてですね、でこちらの円をドラッグするところに勾配つけることができます。まあ、そこにこうですね、勾配を少しつけてあげることで少し、ロボットボックスね、まあ、逆三角形の形にですね、近づいていくんじゃないかなと思います。で、今度はこのお腹のあたりのところを作っていきたいと思いますが、ここについてはですね、ここにスケッチを書きます。で、オフセットにしましょうかね。これちょっと内側に入れるような形で、マイナス2かな？マイナス2ぐらい。内側にちょっと入れていきます。じゃあ、これこういうのを押し出してみますね。今度はこの押し出していくときに、この円ですね、ドラッグするとこでもこう角度をつけながら押し出しをしていくことができますので、ここには使い方もありますね。で、今回すいません。くっつけずに、結合せず新規ボディで作っていきます。で、こう色を変えたりですね、こう分割しやすいようにですね、ちょっとしていきたいと思います。で、このこちらの面に、またオフセット、このマイナス1ぐらいですかね。はい。で、押し出し。こうですね。で、ずっと来て。こんな感じですかね。はい。こんな形で今作ってみました。はい。まだまだちょっとかっこ悪いですけどね。続いて。まあ、この肩の部分をちょっと作ってみますか。これもすいません、正面から見た形で。で、ここはちょっと三角にして、こんな感じで書いてみましょうか。はい。で、今回も先ほど言った寸法とかつけずにですね、この状態でスケッチを終了して押し出していきます。対象ですね。で、大体のところで、で、あとはですね、ここの角の尖っているところは面取りとかを使ってですね、ぐーっとこう、勾配つけることもでき、あ、勾配じゃなくて面取りですね、することもできます。で、等距じゃなくて2つの距離とやって、それぞれ違う、こう、長さでやっていくこともできますので、スケッチはですね、あまりこう、複雑に書かずにですね、後からこう、面取りをしていくっていうやり方もですね、ありかなと思いますね。で、あとは、例えばこの辺を面取りで、ダメージはフィレットですね。フィレットですので、丸みをつけてあげて、あとはこっちもかな。ここもちょっと丸みをつけていきます。ここちょっと大きめかな。はい。こんな感じにしてあげて、で、シェルを使って、この面を、地味替えにしますか。ここに抜いてあげて、こういうの形を作ったりとかですね。はい。で、ここで完成したのがこんな感じなんですけども、これですね、今単純に今、ただのこういう状態ですと、あまりこうかっこよく見えないので、こうしてこう分割してあげたいですね。こういったこう、テクスチャーというか、まあ、ラインとかを入れてあげたりとかすることで、こう、よりですね、
こうかっこよく見えてくるので、ちょっとそれをちょっとここはちょっと作り込んでみたいと思います。例えばですね、こちらの部品を、肩の部分ですね、どんな感じでしょうかね。まあ、こんな感じで、なのでラインちょっと書いてあげて、感じかな。画像を表示すればいいですね。はい。まあ、画像ない場合は、ちょっと自分で感覚的に説明を書いてもらえばいいんですけども、こんな感じにして、ボディを分割で、まあ、こちらと今書いたこの線をですね、使ってこう分割してあげます。で、これでもいいんですけれども、で、これだとで単純にレンダリング行ったときに、ここ何も、面のですね、段差がないので、こんな状態でこう分かんないですね。なので、ここにですね、こうフィレットとか面取りを入れていくんですが、それを入れていくにあたりましてですね、ちょっとこのボリュームが一回消します。今このスケッチで分割したわけなんですけども、ここにしてこう丸みがあった方が作業しやすいです。で、私はですね、これスケッチにですね、フィレット入れてもいいんですけども、そうするとこのスケッチをこうコントロールしづらくなっちゃうんですね。どういうかっていうと、今これ頂点なのでこうドラッグしてこう動かしやすいんですけども、これにですね、丸みをつけると悪くはないんですけども、そうですね、線をこう、ちょっとこうコントロールこう少ししづらくなってしまうので、ちょっと戻りますね。私はあんまりここでですね、フィレットは入れずに、ちょっと一つ面倒な作業になるんですが、まあ、サーフェスで押し出してあげたりとかですね、して、こうですね。で、このサーフェスに対してフィレットをかけてあげて、要はスケッチでコントロールはまだ後からこうしやすいような形でですね、してあげるっていうのをやったりします。これですね、スケッチでやっちゃダメってことじゃないですね。私はスケッチじゃなくて、このサーフェス上で作ってあげると、あとがちょっと微調整とかしやすくなるので、スケッチでコントロールしてますよね。で、このサーフェスで分割してあげると。ただ、このサーフェスもですね、まあ、無駄になるんですが、もう、邪魔になるので除去してあげます。ちょっとここにフィレットが入ることによって何がいいかというと、よいしょ。ここにですね、例えば面取りを入れてあげると、0.3 ぐらいかな。一瞬でこう、ぐるっとここにフィレットが入っていることによって、ここに、接面チェーンっていうのがあるんですけども、ここですね、ここが接線連続になっているので、ここ一回クリックするとぐるっとこう、ここまで選択してくれるということですね。作業がしやすいと。作業しやすいですし、まあ、かっこよく見えるっていう利点もありますかね。なので、こっちも 0.3。反対側もちょっとここですね。中に入れてあげます。ちょっと溝みたいな感じをですね、今作って形ですね。まあ、そうしますと、レンダリングの方行くと、よいしょ。こうですね、ちょっと違ってきますよね。ちょっと色もつけてみましょう。同じ色作っても、ちょっと面白くないので、ちょっと緑にします。はい。で、こっち緑にしようかな。このお腹の部分は結合してたの。もうちょっと新規ボディにしておきましょう。まあ、くっつけるのは後からでもできるんだよね。はい。はい。あとそうですね。すみません。これ私、これ分割するにちょっと戻りますね。で、スケッチ角まで戻るか。今こういった状態ですけども、そうですね。このところで面取りとかも入れてあげるんですね。多分ここに対して面取りを、シュクッと入れてあげます。0.5 ぐらい入れますか。はい。で、こういう風にしてもですね、ちょっとレンダリングしてもいけますけど、これもちょっと先ほどより、まあ、右と左比べてもらうとわかるんですが、ちょっと違いますね。ここに面取り入れました。まあ、こちら実際の作り込んだ方もここに面取りを入れて、あとですね、ここにちっちゃいフィレットもまた入れてあげます。そしてですね、よりリアリティが出てくるかなってことですね。実際のものってですね、少しやっぱ丸みがあったり、角が取れてたりするので、この辺を、今フィレット1ミリで落としてますが、入んないかな。
0.5 大きすぎるのか、0.3 ぐらい。はい。こんな感じで丸みも入れてあげました。こんな感じですね。右と左、まあ、この肩と、あの、体の部分を見比べてみてもらうと、面取りとかフィレット入れてるのと入れてないの違いがわかるかと思います。で、ボディ分割ですね。で、すみません。エラーが起きちゃってますね。あ、ここまで入れるかな？入らないって言ってるのか？ 3 は入りませんよと。じゃあ2にしますか。はい。ちょっとこれね、形状によってですね、ちょっとその入れようとしてた値の面取りとかフィレットが入らなくなってしまったりするので、ちょっとここは調整が必要ですね。はい。それであの方回避できました。じゃあすみません。なので作る順番としては一回ここの面取りフィレといてからボディ分割の方ですね。よかったかなと思います。そうですね。ただ、ひどいところは、作るのを忘れてたという場合でも一回戻ってですね、作業をして、作業の方を更新することでですね、その前に行ってた作業とかも完全追従してですね、変更されるので、非常にいいところですよね。はい。じゃあ今度この体の部分もじゃあ少し、面取りとかフィレットとか入れたらどうなるんだっていう部分をちょっとやってみたいと思います。ここはフィレット入れてるだけかな。まあ、特にこのお腹の部分とかですね、ここちょっと大きくフィレット入れてみます。グッと。で、こちらもちょっと入れていきましょうか。今、時間何分かですが、15分くらい経ったんですかね。はい。で、こういった底のところとかも、こちらで大きいな。はい。でですね、ここの部分なんですけど、これ結合せずにここフィレット入れると、こっち向きになりますよね。だからこれ結合してるとどうなるかですけど、結合してフィレット入れると、こっち向きにフィレット入りますよね。っていうのは違いがあります。ちょっと一旦ここはちょっと結合せずに、まあこう見た時に見える部分のとこだけちょっと入れていきたいと思います。はい。このお腹の部分はちょっと違いますよね。角のとこを引けてるだけでちょっと見た目が変わってきたかと思います。で、ここはフィレット入れるだけだったかな。今回は。はい。そしたらここにフィレットを入れてあげて、ここにもちっちゃいフィレットかな。はい。で、ここにもちょっとフィレット入れていきますか。大きいかな。1。はい。ちょっと連絡の方行きます。まあそうですね。ちょっとあのフィレットとか入れることによって、ちょっとだいぶ形のイメージが変わってきたんじゃないかなと思う。まあイメージというか。詳細が作り込まれたことによって、こうレンダリング見た時のリアリ感が増してきてるんじゃないかなと思います。こんな感じですよね。はい。で、多分こういったところにですね、こういった黒いラインとかも入っていっても、ちょっとよりまた変わってきますので、そこもちょっとやってみましょうか。あともしくはですね、こっちの左側のように、デカールを貼るってですね、画像を貼り付けるという方もありかなと思います。まずライン書きから一回書きますか。どんなライン書いてたんでしたっけ。画像出せばですね。例えばですが、こんなラインを書いてあげたりとかして、今スケッチしてます。一本の線書いてますね。よいしょ。はい。で、これを今、押し出しの機の中にですね、薄い押し出しという機能がついているので、これでこの線を選んであげて押し出すと。で、そうですね。壁の厚さっていうのがあるので、これで入れてあげるとですね、このように出来上がりますので、0.5 ぐらいかな。はい。で、結合してあげてもいいですし、まあ、色変えやすいので、新規ボディにしといてあげると、色が変えやすいかなと思いますね。
黒ですかね。黒に全部。はい。このチェフとかよかったかな。地点。こんな形で。で、スケッチの方をちょっと修正すると、位置とかは簡単に直せますので。こんな感じで、こう、またよりリアル感が出てきますよね。ちょっと反対側をちょっとミラーで作っていきたいと思います。ボディ。で、この黒いマークは入れずにミラーで作っていきます。ボディで、これもですね。はい。デカールあったかな？デカールで、ここに、デカールをこう貼ってあげると。これもオテスクさんのマークですけどね。よいしょ。こんな感じで買ってもこうリアリティ感が出てくるかなと思います。うん、いいですよね。はい。うん、はい。こんな感じですよね。はい。今これ20分ですか、だいたい。はい。例えば、お腹の部分を少し作っていこうかな。お腹の部分ですね。ちょっと頭の部分をちょっと作っていきたいんですけど、カード部分をもう少し作り込んでいきましょうかね。ちょっとこれ、離れたところにちょっと平面作りますね。まあ、この辺からちょっとどういう DT 作ってるかですけど、ちょっと同じロボット作ってもちょっとあまり面白くないので、ちょっと違う形の、少しちょっと違う形のロボットを作っていきたいなと思います。これ水平ですね。よいしょ。まあ、この辺からちょっと完全にこう自分の、なんですよ、世界に入ってちょっと作っていく感じですけども、まあ、もし見てるかですね、何かこれを見て学ぶところがあればいいなぁとは思って今やってはいるんですが、これちょっと押し出していきますね、こちらを。ちょっと離れすぎてるかな。これちょっとカットしていきます、ここ。ちょっと。こんな感じかな。で、何をやってるかっていうと、一回押し出して、ここ新規ボディでちょっと一回。ちょっと黄色いなんかこうアクセント入れてあげたらどうかなぁとちょっと今思っていて。四角だとあんまり良くないか。まあこれちょっと沿わせた方が良かったかなぁ。ちょっとすみません。これちょっとデザインも探りつつやってるっていう感じですかね。うん。こんな感じでいきましょうか。ちょっとレンダリングいきますね。丸み欲しいですね、これ。これが大きく入れてあげてもいいか。まあ自然ですね。はい。で、どうしたらいいかなってのはちょっと今あるんですけれども、よいしょ。今日はちょっと体の部分を作って終わりかな、時間的には。何か浮き出させるか、ボディを感覚するかですけど。よいしょ。
やろうとしていることはお分かりいただけてる感じですかね。これはちょっと浮き出させたいなっていうのがありまして、こっちまで来ちゃうんでしょうかですね。で、今ここ面の部分を分割しちゃうんですが、ちょっとですね、これでオフセットでここの部分だけちょっとゼロで押し出します。押し出せなくて、押せとします。で、厚みはここちょっと1ミリぐらいつけようかなと、ちょっと 0.5 か。0.5 ぐらいか。ちょっと 0.2 ぐらいか。0.2。はい。で、もうちょっと色を白とかつけてみますかね。はい。で、ミラーをして、レンダリング。よいしょ。まあ、いいか、こう来たらもっとこうか。まあそうだ、ここの辺ちょっとざっくりちょっといっちゃうんですけど、よいしょ。ここからちょっとまたこういろいろつけていくと変わってくるかなっていう感じですかね。あと例えばこのお腹の部分なんかも、先の分割などを使ってあげて、ちょっとアクセント入れてみますか。こんな感じですね。次入れてるのか。まあいいか。ちょっと画像と違くなりますが、こっちでもいいんじゃないかなとは思いますけど、こうですか。ちょっともうちょい上か。そうならずさ、すみませんね。で、私のやり方ですね。一回これ押し出しでつく面を作って、これにフィレットを、ちょっとちっちゃいの入れておいて、ボディ分割でこちらとサーフェスで分割。で、ちょっとサーフェスとかは不要になるので除去しますと。で、ちょっと表示に一応してですね、やりやすいように。まあ、これ、面取りでもいいし、ちょっとフィレットとかでもいいかなっていうところはありますね。はい、こんな感じ。で、これをレンダリングした状況で見てみると、こんな感じですね。まあ、ちょっとアクセントついて、ちょっとこう、よりかっこよく見えてくるんじゃないかなと思います。はい。上もせっかくだからやりますか。上の白いとこですね、お腹の部分。ちょっと作業としては、じゃあ今度ちょっとスケッチにフィレット入れてやってみましょうか。あんまり動かせないのであれば、それでも全然いいんですよね。こっちにこうフィレットを入れておいてあげて、あらあら。そうですね。ここにこう入れるとこういう問題も起きたりするので、一度。はい。これです。形が崩れやすいっていうのもちょっとあるんですよね。スケッチ上でやるとこんな感じになってしまって。で、これって、もうちょいこうやったらいいかな。はい。で、ボディ分割でこちらを、このスケッチ、すいません、二つですね。これだけ押しながらやると。で、フィレットで、
を先に認識する方から。で、こちら。はい。こんな感じで、こう作っていくことができますよね。はい。ここは白白で、糸のままこう緑とかにすると、どうか。いってはいいかな。ここはちょっと古臭いかな。そうですね。なんか昭和のロボットで感じがちょっと逆にしちゃってますか。じゃあ、スケッチに触れといておいて、これこそスケッチに触れといて、入れといてもよかったですかね。よいしょ。マジフィレットをつけて、こうってどうでしょうね。あとちょっと体、頭次第かな。あとは、ちょっと、今日は体の部分をちょっと詳細作っていってる感じですね。ちょっとイメージ、ちょっとそうです。ざっくりですね。でいいか。3本とか、普通は。ちょっと良ければもう少しちゃんと寸法入れて作っていきたいと思うんですけども。もう入れたらどうなるかなっていうのをちょっと一回。無視にしても選びやすいかな。はい。で、オフセット、オブジェクトでこの面からにしちゃおうかな。で、マイナス1で、新規ボディ。まあ、数結構ある。半分ぐらい。へこますっていう手もあるけど、一回拭いてみましょうか。街で雰囲気変わりましたかね。まあ、ちょっとこういう、もしくは本当もうちょっとですね、ここはまあ、空気が抜けるような、熱を逃がすような構造の形にしてあげた方がより、ちょっとロボットとしてはリアル感が出るかもしれないですけども、こちらアクセント入れるだけでもちょっと、体ちょっと変わってきましたかね。はい。で、動画30分ぐらいになりましたがね。ちょっと今日はロボットのこの体の部分だけ作って、以上にしようかなと思います。ちょっと一旦これですね、保存をしておきまして。保存先はちょっとすみません、こっちにしようかな。よいしょ、2号ってしようかな。前回ではないですね。以前のところで1号ちょっと作っているので、2号っていう名前にして、今日は動画ここまでしたいと思うんですが、またこの続きですね、別の機会にですね、やっていきたいと思います。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。